こんにちは、ココアです。今日は久しぶりにティーギャラリアの方に行ってきたので、メンズエーテンでの購入品を紹介していきたいと思います。はい、ってことで今回もハイブランドのものがあるので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、久しぶりに今回はティーギャラリア沖縄の方に行ったんですけど、旅行に行って、でメンズエーテンでお買い物をしたっていう感じなんですけど、今回はたくさん量があるっていうわけではないんですけど、すごく可愛いものになっているので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、この動画が気になったという方で、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方、そしてベルマークの方をタップして通知をオンにしてから見ていってください。ということで、早速やっていきましょう。ではスタート。はい、ってことでやっていきます。ティーギャラリアの方でのお買い物の様子の動画も撮ってきたのと、あと過去の動画とかも上がっているので、ぜひそちらの方も見ていただけると嬉しいです。ということで、まず1点目から紹介していきます。まず1点目はちょっといつも買わないものなんですけど、ハイブランドとかではないんですけど、コスメを、スキンケアを購入してきました。それがじゃん、はい、こんな感じのいつものティーギャラリアの袋に入っているんですけど、これティーギャラリア DFS っていう袋になっていて、こんな感じちっちゃめの袋なんですけど、その中に入っているものを紹介していきます。いつもはコスメコーナーとか見なくて、ハイブランドのものを中心に見ているんですけど、今回はちょっと必要なものがあったので、こちらを見て購入してきました。コスメもすごく割引になっていて、 10%、 20% ぐらい普通に買うのと違うっていうところもあってっていう感じでした。なのですごくお買い得だし、すごく旅行に沖縄に行った時には寄るといいかなと思います。あとティーギャラリアのポイントがあって、それも貯まるっていう感じになっています。はい、ってことで購入したものが、じゃん、はい、こちらのね、SK2 を購入してきました。こんな感じで、いつもスキンケアのこの化粧水と乳液は SK2 をね、ずっと使っているんですけど、スキンケア紹介とかでも出てきているかなと思うんですけど、このセットがすごくお買い得って言われたので、なんか最初1本ずつ買う予定だったんですけど、このセットにしてきました。こういう、この化粧水と乳液が入っているセットになっています。これは SK2 フェイシャルトリートメントエッセンス&スキンパワークリームセットっていうものです。こんな感じで箱に入っているんですけど、このパッケージはいつもと同じ感じになっていて、なんかオリンピックの今限定のボトルとかもあったんですけど、このタイプのものが安かったので買ってきました。で、まず中こんな感じになってて、これは消耗品っていう感じなので、まずこっちがこういう一番大きいタイプのこんな感じのスキンパワークリーム美容クリーム 80g です。で、これは2種類あって、これは結構しっとりするタイプなんですけど、さっぱりタイプもあるんですけど、今使ってるのがさっぱりタイプで、その前に使ってたのがこれで、なんか保湿した方がいいかなって思って、結構しっとりするタイプのものを買いました。こんな感じのめっちゃ大きいやつ、なんかこの今使ってるのがこれと違うタイプなんですけど、このね、パッケージの素材が、今使ってるものが結構テカテカしてるものなんですけど、これはなんかマットみたいなサラサラした感じのパッケージに入ってました。こういう感じでめっちゃ大きいタイプで、ちなみにこのクリームのなんかメンズエーテン限定のめちゃくちゃ大きいものもあったんですけど、このセットはこのサイズです。これは 80g 入ってて、なんかこんな感じで、こういうやっぱりね、今使ってるものより結構しっとりして、なんかサラサラしたクリームっていうより結構ベタつきがある感じのクリームかなと思います。こんな感じ、はい。で、これは今使っているものがなくなったら使いたいなと思います。こんな感じで、あと化粧水が入っていて、こんな感じのね、化粧水です。まあ、これは
同じ、いつもと同じなんですけど、230ml のめっちゃ大きいタイプをいつも買っていて、中はこんな感じです。まあ、そんなに消費しないんですけど、これをね、なくなったら使いたいなと思います。これはセットでいつも使っているんですけど、こんな感じです。はい。ってことで、まず一つ目の購入品でした。で、他にもコスメはいろいろディオールとか、シャネルとか入っているので、ぜひ気になった方は、見に行ってみてください。はい。で、品揃えも結構、豊富かなと思います。ということで、まず1点目。こちらの SK-II の乳液と化粧水のセットでした。では、次。はい。ってことで次は、じゃん。はい。ディオールです。ディオールの、これメンズなんですけど、メンズのディオールで買ってきました。で、メンズのディオールは、こういうネイビーのショッパーになってて、ここにシルバーのロゴがあってっていう感じ。こういうショッパー。なんかあんまりメンズのショッパーって見る機会ないと思うんですけど、こんな感じで、中にこの鉢の、まあ、ディオールのリリースの方にも付いてるんですけど、こういう可愛い鉢がデザインされているショッパーです。で、シールもメンズのものと違う感じになっています。はい。で、今回購入してきたものがメンズなんですけど、自分用のね、着るものを買ってきました。それがこちらです。じゃん。今着てるこの T シャツなんですけど、こういう感じの T シャツで、オーバーサイズの T シャツみたく着られる感じで、なんか男の人が着ると普通の T シャツなんですけど、これは女の人が着るとワンピースっぽく着られる感じで、私はすごく大きめに着たかったので、ワンピースとしてこれ1枚で着ているんですけど、普段 L サイズを購入しました。すごく大きいサイズになっていて、袖もねすごく長め、いつもビッグシルエットなリリースの T シャツを買ったりしてワンピースっぽく着ているんですけど、なんかディオールはそういうのがなくて、でメンズで買ったら大きく着られるっていう感じで、これはもう見た瞬間めっちゃ可愛いって思って買ったものになってます。でちなみにこれはなんで買ったかっていうと、いつもキッズのディオールでお買い物をしているんですけど、そのキッズの方にこのショートパンツとトレーナーみたいなセット、長袖のセットがあって、それがすごく欲しかったんですけど、なんかもう売り切れで売っていなくて、で自分のサイズがなかったので、ちょっと諦めきれなくて、もう本当に欲しかったものだったんですけど、なんとね、メンズであったので買ってきました。こういう、もう全く同じ感じで、本当に可愛くて、なんかパッと見、普通の白い T シャツみたく見えるんですけど、なんかよく見ると、タオル生地になっていて、すごく素材も着やすくて、なんか夏に涼しく着られるし、なんかね、水着の上から着る服みたく着てもいいかなって私は思っているんですけど、こういうディオールディオールディオールっていうロゴが全体についてる、なんかオブリークとかだと本当に目立つんですけど、これは白地になんか片押しみたくディオールのオブリークみたいなロゴがついていて、これが本当に可愛くて、さりげない感じがすごく可愛いなって思って、本当に欲しかったものになってます。で、キッズの方だったらスウェット、長袖のトレーナーとショートパンツのセットだったんですけど、これはこれ1枚で着られちゃうのでいいなと思います。で、ちなみにこれと全く同じの、これは T シャツなんですけど、ここにボタンがついているポロシャツバージョンもあって、それもねすごく可愛いかなって思います。私はこれ1枚で着たいなって思っているんですけど、ぜひなんか男性の方とかもこれを買えるので真似して買ってみてください。で、すごくこれはなんかさりげない感じが可愛いんですけど、よく見るとわかるかなぐらいで、あとはメンズの方だとクリスチャンディオールって書いてある今年の春ぐらいのデザインの T シャツもあって、それとも迷ったんですけど、
これを買いました。で、他のフェンディとかはお洋服とかは売っていないんですけど、ディオールの方はお洋服もすごく、メンズの方もレディースの方も豊富にあったので、お洋服欲しいっていう方もメンズ価格に買えるのですごくいいと思います。で、すごく白なんですけど、なんか本当に真っ白って感じで、夏っぽくてシンプルで可愛いなと思います。で、この T シャツの長さはこれぐらいで、下にショートパンツを履いてワンピースっぽく私は着ています。こんな感じで全体的にやっぱりタボっとした感じになっていて、こういう感じです。はい、こんな感じです。で、袖もやっぱりすごく長めになっていて、まあ七分ぐらい私が着るとこんな感じになります。透け感とかはそんなになくって、こういうディオールのオブリークの柄がちょっと見えるかなぐらいっていう感じです。めっちゃダボット感が可愛いなと思います。で、ちなみに後ろも全部総柄で同じ柄になっています。これはね、メンズのものを大きめに着ているので、 T シャツワンピーみたいな感じより、本当に T シャツを大きめに着ているみたいな感じで、すごく可愛いです。はい、ということで2点目こんな感じでした。で、ちなみにちょっとさっきね、紹介するのを忘れたんですけど、この SK2、 さっき紹介した SK2 を買った時に、なんかいくら以上でクレーンゲームができて、そのクレーンゲームでなんか当たったら何か物をもらえますみたいなのをやっていて、2回クレーンゲームできたんですけど、その様子も動画で撮っているんですけど、なんとね、なんか2回ともゲットできました。なんかクレーンゲームすごく私下手なんですけど、なんか2回ともゲットできました。で、それでもらったものが、まずこのポーチ、このポーチは選べないんですけど、こういう BFS のポーチでちょっと開けてみたいと思います。2回やったので2個もらいました。で、この中はこんな感じで、じゃん、こういうポーチになってます。ファーストクラスビューティーって書いてあって、こっちの方にはベストオブユーって書いてあって、なんかオーロラみたいなクリアのポーチで、すごくメイクポーチとかにもいいし、めっちゃね、可愛い感じ。こういう感じです。こんな感じで中に入れて、マチもあって、なんか本当に使えそうだし、めっちゃシンプルで可愛いし、このオールマの感じが可愛いなと思います。はい、で、 T ギャラリア DFS っていうロゴもこのタグのところについています。はい、ってことでもらったものでした。で、あとそのクレーンゲームをやった時に、なんか SK2 のものもらえるとか書いてあるんですけど、今回2点ともね、ロクシタンが出て、それでもらったものがこのクリームなんですけど、これを2個もらいました。これの他にもう1個あって、こういうロクシタンのクリーム、ちっちゃめのなんか試供品くらいのサイズのクリームをもらいました。なんか2回ともゲットできたのでめっちゃ嬉しかったです。多分動画撮れていると思うので、ぜひ楽しみに待っていてください。はい、で、なんかこのクレーンゲームは前回行った時もやっていて、で、その時も動画で撮ってゲットしたものとかも紹介したんですけど、その時もね、ゲットできてすごく嬉しかったんですけど、今回はなんか2回とも、今回は前回やった時は全部で3回ぐらいやって、そのうちの1個だけ撮れたって感じだったんですけど、2個ともね、ゲットできました。はい、こんな感じです。
で、続いて購入品を紹介していきます。続いての購入品がじゃん、はい、またまたディオールで、これは普通にレディースのディオールっていう感じになっています。ショッパーはね、いつもと同じこういう縦長のショッパーでリボンがあって、このレディースの方にも8のこういうマークがついています。こんな感じのショッパーです。で、これで私の購入品はラストになるので、これはママの購入品なんですけど、1点だけ紹介したいなと思います。と、今回は私の購入品が少なめだったので紹介していきます。まず箱が中に入っていて、開けてみるとこんな感じです。じゃん、はい、箱にも可愛くリボンがあって、ここにディオールのロゴがあります。こんな感じでは開けていきます。はい、中開けるとこういうのがついていて、あとこの巾着、ディオールの巾着がこういう風に2個ついてます。白地に縦長のロゴがここについている、ゴールドのロゴがついている巾着です。もうこれで何か分かった方もいると思うんですけど、これはママは靴を買っていました。で、今回購入していた靴がじゃーん、はい、こちらのスリッポンっていうのかな、こういう感じの靴です。で、このタイプの靴をママは何足か今持っていたんですけど、これを新しく買い足していました。こんな感じで、まあディオールの定番のスリッポンなんですけど、ここにクリスチャンディオールっていうロゴがあって、で、オブリークもあるんですけど、あとネイビーもあるんですけど、オブリークは結構履いている人がいると思うんですけど、これはこういう柄、なんかブックトートとかでもあるんですけど、こういう感じの柄の靴になっています。で、こんな感じでフラットな、すごく夏らしい、夏にぴったりな靴っていう感じ。ここがこういう感じになって、そこはこういう感じです。こんな感じで、グレーでオブリークとかじゃないから、そんなにディオール感とかはなくて、このロゴの部分の色もオブリークのグレーもあるんですけど、それぞれちょっと違った色味になっています。で、こんな感じで全体的に柄っていう感じになっています。色もグレーだし、すごく夏っぽい感じになっているかなと思います。はい、ということで、これはママの購入品なので、ちょっと短めの紹介なんですけど、こんな感じです。ということで、3点目の購入品でした。はい、ということで、こんな感じでちょっと短めの、今回は少なめの購入品になったんですけど、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。はい、ということで、今回は久しぶりに行った免税店での購入品紹介ということで、今回はそこまでなんか欲しいものとかがあまりなかったんですけど、こんな感じのものを購入してきました。また行く予定ができたら、いろいろお買い物したいなって思っているので、ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。今回はね、まあ、いつも見ているヴィトンとかも見て、たまに沖縄に行ったら買っているんですけど、なんか今回そこまで売り切れでないものだったりとか、気に入るものとかもなかったので、お買い物していなくて、ちょっと少なめの購入品となっています。で、ディオールはいつもだいたいお買い物をしているんですけど、そんなになんかティーギャラリーの方に頻繁に行っているっていうわけではないんですけど、いろんな店員さんが顔を覚えていただいていて、すごくいろんなお話を
したっていう感じでした。で、アシビナアウトレット沖縄に行った時に行ったんですけど、そこで買ったものとかは私はなくって、ママがいろいろ買っていたんですけど、ちょっと今回私の購入品がないということで購入品紹介はアップをしないんですけど、行った時の様子はアップされるので楽しみにしていてください。ということで、この動画が皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいなと思います。そしてこの動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。今回はメンズの商品これ買ったんですけど、ぜひね参考に買ってみてください。他にもサイズとか豊富にあったので、ぜひねチェックしてみてください。ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を投稿していて、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方、そしてベルマークの方をタップして通知オンの方よろしくお願いします。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.